神社とは、東京都台東区松ヶ谷にある神社である。当初の名は、鎮火社といった。1869年暮れの大火を受け、明治天皇の直命により、翌1870年に、現在の JR 秋葉原駅構内の地に、火の神、穂結びの海は、水の神髄派のおうり神、土の神葉に山姫神の見柱をしかみとして、誕生したのが始まりである。 江戸時代の江戸の町は、たびたび大火災が発生したことから、神仏根虹の秋葉大権元が家剰の神として、広く信仰を集めていたが、本来この社は、秋葉大権元と直接の関係はない。しかし、秋葉大権元が誕生されたものと誤解した人々は、この社を、秋葉様、秋葉さんと呼び、社域である周辺の秘書地を、秋葉の原、秋葉、原と呼んだ。秋葉は、 下町なまりで、本来の秋葉大根源では、秋葉と読む。沈下社はいつしか秋葉社となり、1888年に本鉄道が建設していた鉄道線が現在の上野駅から秋葉原駅まで延長され、秋葉の原の土地が払い下げられたのに伴って現在地に移転した。その後1930年に秋葉神社と改名された。 台東区台東4の21にも秋葉神社がある。旧は北藩の藩邸跡の一角にあたり、佐竹秋葉神社と通称されている。ABCD 東京神社長、AB 佐竹商店街振興組合。ありがとうございます。